カジュラホ、ラクシュマナ寺院カジュラホ、ビシュバナータ寺院カズラホのパールシュバナータ寺院の死から、北上祈願のミトナゾウカジュラーホは、インドのマディアプラデーシュ州の小都市。首都デリーから南東に 620km の位置に、ある人口約5000人弱の小さな村である。カジュラーホは、芸術的価値の高い彫刻を伴うヒンドゥー教及びジャイナ教の寺院群で古くから、 カジュラ法の名で知られ、現在でも、ウェブ上の表記や各種書籍でも、この表記が、最も通用している。ただし、標準ヒンディー語の発音に、最も近い表記は、カジュラー法であり、最近のインド史関連の専門書でも、カジュラー法表記を使う傾向が強まりつつあるため、本記事でも、カジュラー法表記を取ることにした。10世紀初頭から12世紀末頃のチャンネラ超時代に、 カジュラー法では85箇所に及ぶ寺院が建設されたと考えられている。カジュラー法の寺院群は細い釣り金状の塔の上部全体を石からと呼ぶ北方式の典型例を示している。現存しているのは25箇所のみで東西約2キロメートル、南北約3キロメートルの約6平方キロメートルの範囲に分布し、2箇所の ヒンドゥー教寺院で構成される南グループ、ジャイナ教寺院が主体の東グループ、ヒンドゥー教寺院のみで構成され、最もよく建造物が残存している西グループの三つの寺院群に分けられる。ヒンドゥー教寺院はビシュヌ派の寺院が主体となっている。またヒンドゥー教科、ジャイナ教科によって建築や彫刻に極端な差はほとんど見られず、ミトゥナ像を含む 官能的なレリーフ群も共通して見られ、いずれも豊上祈願が込められていると考えられている。ラクシュマナ寺院は、チャンデーラ朝のヤショバルマン王によって、ビシュヌ人に捧げる宮殿として、10世紀前半に建設され、東側に幅7メートル、奥行き12から3メートルの張り出し部を持つ、アディスターナと呼称される、長方形の祈壇の上に建てられている五道形式の寺院である。 アディスターナの本体は幅26メートル、奥行きの長さ40メートル、高さ2.7メートルであって、ラクシマナ寺院の本堂の手前に玄関に列柱を設けた福祉堂が向かい合って建てられている。すなわち、南東の福祉堂は北向きに、北東の福祉堂は南向きに建てられている。アディスターナの奥の二隅、すなわち、北西。 南西隅の福祉道は本堂と同じく東向きに配置されている。本堂はパーパーがないし、パーダパーガと呼称される小高い木段の上に建てられ、西側の入り口には、霧石隅の階段が設けられ、登り始めは末広がりで広いが、登るに従って狭くなっていく。本堂の市からは、入り口からだんだん高くなり、最も高い市からは、 アディスターナの表面から23メートルに達する。副指導の氏からには、いずれも長部に、アーマラカという円盤状の構造が設けられている。副指導の外壁には、ビシュヌ人に関連する神話をテーマにした浮き彫りが施されている。カジュラー法で、最も著名な寺院の一つである、ビシュバナータ寺院も、西グループに位置しており、千二年に建設された。東西に連なる寺からは、 東から西へ向かってだんだんに高くなるように作られている。力は、性質や肺道の上面の石柱によって支えられ、力の下のバルコニーと呼ばれる空間によって、あたかも空中に浮かんでいるような印象を与える。主として、力の下部に、男女の神々や空想上、神話上の生き物、天女、ミトナと呼ばれる、抱き合ったり成功しているような彫像が刻まれているが、 尿道をめぐって、バルコニーの光によって薄暗い空間の中で内部に、ある似たような彫像を配管できる仕組みになっている。カジュラー法で最大とされる寺院は、西グループにあるカンダーリア・マハーデーバ寺院で11世紀中央に建設された。小高い木段の上に大廃道、廃道と呼ばれる構造と、大石からを上に乗せるようにして性質と呼ばれる構造がある。 これらの建物の上はバルコニーと呼ばれていて、力を支える石柱が建てられ、内部へ光を入れるようになっている。石柱の上には細い釣り金状の力群が折り重なってそびえ立っている。最大の王子柄は砂岩で作られ、31メートルに達し、そっくり同じ形の84基の小、石柱が王子柄を包み込むように作られている。 力の壁面は細かな文様が施され、小、力を支える柱状の構造の側面には、裸体の人物像がぎっしりと刻まれている。また、寺院の内部には、尿道と呼ばれる、礼拝対象である寺院本体を右に回って配管するための通路があって、力の真下にある、バルコニー部分から入ってくる光によって、内部の彫刻を照らす仕組みになっている。 カンダーリア・マハーデーバ寺院は、芝神に捧げられた寺院であり、隣立する市からは、芝神が住むとされる、カイラス山もしくは、ヒマラヤ山脈を象徴していると考えられている。東グループにあるジャイナ教寺院のうち最大かつ、有名なのは、10世紀中ように、ジャイナ教の第23代祖師のパール・シュバナータに、捧げるために建設されたパール・シュバナータ寺院である。の下にある、 人員本体の部分には様々なポーズをした男女の立像がところせましとばかりに刻まれ花で自らを飾る女性手紙を書く女性などから広合像として知られる財で成功する男女などが見られる空路はカジュラー法空港がありデリーから直接訪れることができる鉄道だと林州のジャーアンシー駅からバスで数時間陸路は2008年に鉄道が開通し ワーラーなしーなどから行くことができる。2012年1月現在、切符購入窓口も設置されている。ヒンディ語の発音の音音域則で、母音長短の区別を厳密に反映しようとすると、ラーと字引き入れるならば、同じく長母音の語末も、ほーっとすべきという考えから、言語に最も忠実な表記は、カジュラー法になる。なお、語末の長母音が伸ばし気味に発音されて、 カジュラホーと聞こえる場合もあれば、実際のところカジュラホーと聞こえる場合もある。また、小松の超音が多少短く発音されてカジュラーホーと聞こえる場合もあって、日本ユネスコ協会は世界遺産の名称としてカジュラーホーの表記を採用している。ナーガラ式とも呼ばれ、原義は都市及び都市に属するであって、ヒンドゥー教の文献ではプラーサーだと呼称されている。 この年代については、945年という意見と、石黒厚氏による野生バルマンの子檀画の954年名の石版碑文の記録から10世紀前半とする意見がある。石黒は、小指導という用語を用いる画語同形式という、性格上、ミッチェル、神田和家の副指導の用語を用いる方がより適切と思われる。ありがとうございます。